文章そのものがたった一文でも破綻してるんです。ですからこんなものを、ね、出してきてこれで終わりだということにはならないです。はい、どうぞ。また他党のことになりますが、接点つながりで立憲民主党の辻元議員が先週、関連団体統一教会の関連団体の連合会に出席したという接点が先週見つかって、で発表されたのは今週の火曜日の国葬やってる真裏だったんですけれども、それのご感想はありますでしょうか。きちんとやはりなぜそういう接点が生まれたのかについて、きちんと国民に明らかにすることを求めたいと思います。これはどの党であっても求めたいと思います。はい、発表するタイミングが27日国葬当日になってしまったんですけれども、このプロセスは私すみません、何ともコメントしようがないんですが、どういうプロセスだったのかは存じておりません。